そうですね、夫婦対決ですね。そうですね。それでは参りましょう。波動ファイト。まずはあけぼの星ギャンブラーズからご紹介していきます。1番奥川優選手5221、真ん中中地選手1135、そして1番手前高丸選手が4321といったステータスとなっております。対する野獣と美女側、1番奥川鍋選手4321、真ん中リー選手1135、手前コディ選手5221となっておりまして、リラー対決となっております。さあまず1番最初に取ったのはコディ選手ですが、すかさず高丸選手が取って1対1並んでいきます。シールドはあけぼの橋ギャンブラーズ側が少し、ね、早めに貼っていくような形なんですけれども、伺いながら調整してきました。さあここで2枚目のシールドを貼って、中地選手がすかさずカバーにしていきますが、野獣と美女側は両展開。さあ1対1のまま試合が進んでいきます。さあ取った、シールドの悪気はコディ選手が1点を取っていきます。残り時間は20秒。さあすかさず返してきます。あけぼの橋ギャンブラーズ側はね、アタッカーの2人がライフが1枚ですので、後ろでも取れる2人なんですけれども、2対2で戦っている状態です。残り時間は3秒切っている。さあ前に出ていく、延長戦だ。さあ延長戦へと入ります。どちらかが1点取った方の勝利になります。ライフの枚数は継続になっております。それではスタート。ライフ、そしてシールドの枚数はともに継続となっております。シールドの割れ際を狙っていくが、さあサイドからユー選手がコディ選手をめがけていったが、避ける避ける、1点を取ったのはユー選手だ。3対2、あけぼの橋ギャンブラーズの勝利です。おめでとうございます。